登録してくださってる INFJ、はい、INFJ を自覚してます、はいはい、っていう20代の女性、はい、なんか派遣社員だとおっしゃってましたけど、はい、その方と、その方がスペースっていうところが、はい、あれどういう仕組みかわからないんですけど、はい、スペースっていうところで話をされてて、ツイッターですよね。あれツイッターのツイッターの機能じゃないですか。ああ、なるほど。で話してますっていうのが、はい、ポッてちょうど仕事中に出て、うん、見に行ったら、はい、あ二等兵だと、うん、で僕ちょうどその職場に誰もいなかったので、はい、あの設定していきますって言って、はい、話を始めたんですけども、うん、その INFJ ですっていう方と喋ってる時に、はい、うん、まあ例えばその僕もなんかまあツイッターでやり取りをすると、はい、まあ、僕のツイッターにじゃあ出てるのからか、うん、その二等兵という M8 招待っていうチャンネルで、はい、僕だよっていうのを知ってて見てくださっ、うん、そこに来てくださる方が、はい、まあ、アイコンでわかるじゃないですか、はいはい、あいつもこの動画とかでも見てくれてる人だみたいなので、うん、あなんか増えてきたと思って、はい、俺やって思うわけじゃないですか、これ俺の力って、はい、で僕は思うんですよね、はい、でその INFJ さんと話をしていくと、やっぱりこの職、その INFJ さんは、はい、職場でもなんかその人のために、うん、この子のために思ってすごい注意をしたくなるんだけど、はい、なかなか言っても、うん、聞いてくれないとか、はい、っていう話をされるんですよね、うんうんうん、で僕はこのいつものように僕を炸裂させるわけじゃないですか、はい、いやそれはちゃうだろうって、君には君のニーズがあって、うん、それをやるべきだでやってるんじゃないですかっていう話になるんですよ、はい、でそう話をしていくと、うん、なんか見てくださってる方の人がパーって減ってくじゃないですか、はい、なんか長く話すと、はい、そうすると僕はあもうこの場では僕のニーズではないと、うんうんうん、もう僕はここで評価されてないんだから、はい、もうやっても無駄、うん、みたいなのが出てくるんですね、うん、で彼女に言うんですよ、うん、なんかもうやってても面白くないですよねって、うん、って言うと、うん、いやでこれ減ってるし、はい、って言うと、うん、いや私は全然気にならないです、うん、あの自分なんで、うん、っていう強さがあったんですね。強さっていうか、はい、ダメを認める感じじゃないですか。で、あ、ん？どうぞどうぞ。ダメを認めるわけじゃないですか。ダメを認めると減ってるし、はいはい、面白くないですよねって、そんなことないですよって言いたいんですよ。それを僕は強いと思うんですよ、はい、強い、うん、だって、はい、もうニーズはないんですよニーズは落ちてきてる、うん、梅ガム、はい、ロッテの梅ガムですよ。初めがパッて強烈だけど、はい、すぐ味はなくなるんですよ、うん、あもう捨ててくださいになるんですよ僕は、うん、どうぞどうぞ、うん、僕はもう味ないですよねって、うんうんうん、でも彼女はいや面白いですよ、私が面白いから大丈夫です、うん、ですよんですよの意味がいやだからそこでつまんないって言ったら自分自身がつまんないって評価じゃないですかっていう、はい、この彼女は、うん、あの他人のためにっていう価値観なんですけど、うん、はい、評価は自分なんですね、うん、で僕はいや俺のためだよ、うん、俺のためにやってるよ、うん、っていう気持ちなんですけど、うん、このいいとする基準は他人任せなんですよ、うんうん、結局自分のためじゃない感じですよねっていうのをあこれかって、はい、隊長が言ってるのはこのことかっていうのを認識するとともに、はい、僕はあ彼女は INFJ だっていう自覚をされてる、うん、あ内向の強さはこれか、うん、でこれ他人の評価とか、はい、その行きたいとかやりたいはあるけど、うん、ちょっとなんか他人に任せ、うん、あこれが外向なんだねみたいな。結局この自分がやりたいことっていうよりも他人に認められることを優先する、はい、で自分のためにって言ってるけど結局人のためにっていうのを味わうとともに、はい、僕2つかって思ったんですよ。2つ基準はこれ、はい、この2つ、はいはい、って思って、うん、昨日ライブをやりましたと、うん、で昨日ライブをやった時に、うん、まあ、マルさんっていう、研究者で、うん、まあ、クリエイティブ活動もされてるっていう方が来てくださった時に、はい、彼女に聞いた時にいや価値観としては自分のためだって言ってて、うん、でいいとする基準も自分ですって、うん、で私は
あの通知表で言うと、うん、3位以下は認めません、うん、っていうのを自分で決めてるんですよね、うんうん、あこれはこれで苦しいな、うん、要は自分の価値観で自分軸、うんうん、でもまあその評価が他人かもしれないですけどね。もう一度それはその、うん、通知表3をつけるって、はい、先生がつけるわけじゃないですか。学校ではそうですね、はいはい、っていう話ですよ。その何をもって自分自身のが3なのかもしれないし、はいはい、他人からもあ、まあ、4、5って見られることを求めてる、うんうん、だから自分も他人もあるんじゃ感じはしますけどね。あで僕は完璧主義なんですよ、全方向ですよ。あでそれはそれで、はい、要はそうすると3つかってなると、はい、あそうなると他人のためにっていう価値観、そうすると4つになりそうですよね。そう基準も他人っていうのも出てくるとかって思いながら、うんうんうん、そうすると今日ね、今一番に挨拶してくださった、はい、加古さんという方は、はい、今日なのに加古さんは、はい、ご自覚では INTP だとおっしゃってる、うんはいうん、でその昨日のライブを見てくださってとても興味深かったと、うんうんうん、ただその私は自分の価値基準が低いっておっしゃるんですね。でもなんかそれは本当かとかって思いながら、本当価値基準が低い、価値基準が低いので、うん、その昨日の見ていて、うん、その苦しい人もいるんだねって、はい、私は自分の価値基準が低いので、うん、なんかそんな風には思わない、僕も思わないですって書いてくださってて、はいはい、そう僕も思わない、はい、っていうと体調はどれですか。何がですか。あの自分軸ですよ、多分自分軸、うん、自分評価、自分評価で自分は低くても別に構わない、自分が低く、あだからあれですよ、高ければいいわけじゃない、低くてもいいんですよ。なるほど、はい、低くてもいいってあります。目的が、うん、生きることですよ。早おか。生きることですよ。あ目的が、なるほど、なのでそれ以外は大したことじゃないんですよ。生きるに直接直結するような問題が大したこと。なるほど、はい、じゃあ人から、うん、なんて言うんだろう、抱きすべきというか、はい、ペッて思われるような、はい、低いなって思われても、うん、ペッと100万円が一緒に飛んできたら喜んで。さあそれは、はい、でもなかなかそういうケースってないじゃないですか。なかなかないけど、ペンもないじゃないですか。あでもなんかその、あ、うん、そっか、こういう人は、うん、なんかツイッターに流れてくる、はい、何か文言を、うん、コピーを読んだ時に、はい、あこの人は僕の悪口を言ってるとかも別にそうは思わない。悪口を言ってても影響がなければ問題ないんですよ。気分悪いじゃないですか。だからあの偉い人とかが悪口言ってて、はい、うちの仕事が激減するみたいなのは困りますよね。ああなるほど、はい、でそれがなければみたいな、こう思える人はいいんですよ、はい、でどうやって生きるかっていう問題になんか僕はなってしまうんですけど、はい、僕もどうやって生きるかですよ。あそっか。で生きるのに関係ないことは大したことじゃない、まあ、多少気分悪いとかありますけど、その大したことではない。思ってる僕はやっぱり引き寄せるんですよね、うん、思ってると YouTube でね、はい、その宮崎駿さんのアイコンで、はい、人は幸せのために生きるんじゃない、はい、っていうのが出てきて、はい、おやおやなんだろうと思って、はい、早尾さんが怒ってるよと思って、はいはいはい、見るじゃないですか、うん、そうするとまあ何を言ってるかっていうと、うん、例えばパートナーの鈴木敏夫さんを見ていると、はいはい、なんか自分のためにって生きてる感じはしないんだよねと、はい、なんかその自己実現のためではなく、うん、ただ今やるべきことをやってきた人だと思ってるんですよって、宮崎駿のことを、早尾が鈴木敏夫さんを見て、はいはいはい、そうやって言うんですね、うんうん、でまた宮崎駿さんがおっしゃるのは、うん、いや自分の幸せや、うん、自己実現のためではなく、うん、目の前のことを一生懸命やりなさいと、うんはい、自分の個性を出そうとか、うん、何か人と違ったことをしようって、うん、頭で考える前に、うんうん、まず働け、うん、生きろですよ多分。だとまあなんか、はい、このこれなんでしょうね、人を悩ませるのは、はい、要はいかに秀でてやろうとか、うん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 、いかに幸せになろうとかですよね。その価値観はいろいろですけど、ああ、うん、なんていうのを、はい、その
INFJ さんと話して、はい、2つかってなり、はい、昨日のライブで3つ目が出てきて、はい、あと4つ目もあるねって、はいはいはい、で反対がありますもんね反対がありますもんね、はい、そうするとまあでも体調みたいにこの低くてもいいみたいな、はい、生きていければ、うん、だから生きることが目的なんですよ。そうすると、うん、この加古さんっていう人にもね、はい、じゃあなんかタイプ9っぽいねって話をしたんですよ。エニアグラムで言うと、はいはいはい、タイプ9っていうのは、うん、とらわれが、うん、僕なんかピンとこなくて、はい、でこの人何だったっけって思うと、うん、この人は自分のニーズと一番遠い人なんですよね、はいはい、要は自分のニーズをギュッて抑えて、うん、なんかこの周りの中でこっちの意見も分かる、うん、分かるよ、うん、あ君分かるよそれも、うんうん、でなんかヒューって同意、はい、同一化しちゃう人、うん、なんかこれ最強じゃんってちょっと感じたりしたんですよ、うん、はい、まあ、結局エニアグラムって頂点が9ですからね、はい、9いいなとかって思いながら、うん、体調ご自身の弱点ってどこですか。尖れないとこじゃないですか。これもいいこれもいいこれもいいですよ、はい、結局こう相反するとこがあったりするわけじゃないですか、はい、うん、動けない感じってあります。いやでは怠惰だって、はい、いうワードもタイプ9だと出てくるんですけど、はいはいはい、怠惰ですよ。怠惰な感じは、動けない感じはありますよ。それは何をしたらいいんだろうな感じですか。まあそれもありますね。なでもごめん、結局僕も、うん、怠惰ですわだってこれ、うん、違う、はい、これ違うって、うん、で結局こう9って全部のタイプの意見が分かりますよみたいな。まあ6も同じこと言いますけどね。6はなりきることができますよそうですからねニーズに合わせますからね、はいはいはい、で9はこう、あそれ分かるみたいなっていうのが全部のタイプ。愛も大切だし、成功も大切だし、個性も大切だしガッツもいるよねってそうみたいな。他のタイプの人って結構偏るじゃないですか。偏りますね、はい、はい、いやそんなことよりも完全を求めるべきだみたいな。好き嫌いとかはあると思います、うん、はい、でそういうのが多分薄いんですよ。そうすると選びきれないみたいなことはありますよね。ね、うんって、はい、っていうなんかっていうのをね、なんか話しているときに、はい、まあ年齢の違いもある、うん、彼女20代だし、はいはい、ただなんかこの僕50年生きてきて、うん、その彼女とのその話の中で、うん、あ50年生きてきたけど、はい、多分全くこれまで人と分かり合えてないんじゃないかと思って、うんうん、もうなんか彼女のニーズが分からないし、はい、昨日のライブでも、もう何を言ってるのか分からないみたいな、うん、で、あそんな思いもあるんだとか。だから逆に僕は言ってることは分かるって感じですもんね共感はしないけど、共感はしてないけど、僕の言ってることも分かる。分かる、うん、でその彼女が最後になんか最後にっていうか、ライブに出てくださいよみたいな話をまたしたんですね、はいはい、ここで喋れますよって言ったら、うん、奇数恐怖なんですって言ったんですね、うん、で奇数恐怖ってなるじゃないですか、はいはいはい、何それ、うん、聞くと、うん、その3人以上で喋ると、うん、怖いんですって。いやここだと、うん、3人じゃないですか、はい、そうすると、あ対等じゃない、どの立場に立っていいかわからないみたいな、うんうん、でこっちが喋り始めると、うん、私は邪魔だって思うし、うん、私が2人で喋っちゃうと、うん、申し訳ない、申し訳ないみたいな、うん、で1人でギャって責められるのも嫌だと、うんうんうん、っていうの来た時にって、うん、こっちが恐怖ですよそんな恐怖があるのって、うんうん、って思うと同時に、はい、お金の匂いがしたんですね。何がですか。これあるぞと、そういう人が多分今見てくださってる人でも、うん、この奇数恐怖の人いるぞって。それがどこにお金につながるかですよ。あ登録あの見てください奇数恐怖っていうワードで克服させる、克服なのか分かるなのか分かってないですわ僕は全く分からないですけど、はいはい、そこはまあ分かるはできないですよ。分かるはできないけど、うん、奇数恐怖ってあげることで、うん、見てくださる回転が上げられるなとか、はい、でもその奇数恐怖に対する回答がいると思うんですよ、はい、やるならで僕は、はい、僕は怖くないかって聞かれたんですね、はい、奇数恐怖はないですって、うん、であるわけないし、うん、で僕はそのおたさの姫気質なので、はい、多分見て見てをやるんですね、うん、3人だと、うん、で集中されるのは、うん、僕は好きなんですよ、はい、責められるのでも、うん、これはもうなんか私が中心じゃないですか、はい、なのでそれを見て引く人がいるって話ですよね。
恐怖を感じてる人がいる。ああはいはい、はい、でその気持ちだけは分かるんですけど、その他方はもう全く分からないんですけど、うんうん、でもこれはなんかもこの奇数あで今ね、はい、過半数を超えるっていうのが多分ヤンバルさんが今おっしゃっていただいてるんですけど、はいはいはい、これは、うん、ワードとしていけるぞって思いながら、うん、ワードは奇数恐怖で検索されるかどうかですよね。あでデータのデータの人がいましたねここに、はい、なるほど、はい、僕逆にこう3人で楽しく話してたけど、1人抜けたらあこの人と何喋っていいんだろうって2人恐怖があります、はいはい、2人っきりじゃん、やべえそれは分かります、はい、はい